野村古道著。長編、銭形平次取物控え。幽霊大名。第一話、挑戦。字。銭形平次はその晩遅く、神田明神下の自分の家へ戻ってきました。幸せになって、江戸は月を続き、 路地を入って入り口の戸に影を落としながら、ほっとした心持ちで拳を当てます。おい、今戻ったよ。中から何の答えもなく、どんなに遅く帰っても、いつもは飛んで出るはずの女房のおしずが、珍しく寝込んでしまったものか、急には返事をしてくれません。平次はしばらく中の反応を待ちました。 たしなみの良い吉津のことだから。